こんにちは、金井憧れです。今日はあの米国積立投資の著者太田創さんにお越しいただきました。太田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。太田さん、今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。はい、そうですね、今日はあの実践米国株投資というお話をさせていただきたいと思います。はい、まあ、特にこれからあの投資を始めようという方がですね、米国株に投資する場合、まあ、どんなポイントを見ていけばいいかということでお話しします。今日はまあ3つの部に分かれておりまして、第1部はですね、米国経済についてお話しします。で、第2部で、米国株市場の規模でありますとか、仕組みであるとか、そういうところをお話しします。で、第3部で具体的にどのような銘柄を買っていったらいいのか、投資していったらいいのかというお話をします。はい、ではまず第1部ということで、はい、アメリカ経済の現状について解説をいただきます。はいはい、まずですね、まあ、米国経済を知らないといけないんですけれども、米国経済を見るときに重要なその経済指標がこう3つありまして、今画面で見ていただいているように雇用統計ですね、それとインフレ、まあ、インフレはあの、まあ、金利という意味でもあるんですけれども、うん、インフレ、それと個人消費、この3点をがどのように株価が推移しているのか、これからどうなっていくのかということを見ていけばですね、米国経済の現状が分かるというふうになってます。はい、で、あの他の指標いろいろありますけども、ざっくり言えばですね、見なくて結構です。あ、そうなんですね。めんどくさいですから、何十もありますので、はい、とりあえずまず初めは3つに絞って見ていきましょう。初心者もこの3つをとりあえず注目すれば、3つを見ておけばいいというですね。はい、はい、そしてまあ結論から言えばですよ、今米国経済は目下も絶好調というところでございます。はい、では何が絶好調かと、まずあの雇用環境を見ていきましょう。はい、これはですね、まあ、1980年代の初頭からですね、まあ、足元2022年まで米国とですね、日本どれだけあの雇用者数が増えているのかということをグラフ化してみたことなんですね。はい、まあ、指数化してますので 160.5122.2 となってますけども、要はですね、雇用者数が40年ちょっと経っているところでですね、米国では1億6000万人増えてまして、はい、で日本ではまあ6800万人増えてると、うんうん、まあ、日本も増えてるんですけども、はい、増え方がですね、もう2倍以上、かなり差がついてますね。かなり差がついてるというところなんですね。で、雇用増えてるっていうことは、はい、産業を拡大して経済拡大してるっていうことなので、うん、まあ、ここから見るとですね、米国経済というのは非常に強いと、はい、調子がいいと、いいと、ずっと調子良かったと。そして雇用者増加率、米国側の特にリストラとかですね、要するに雇用調整をするじゃないですか。はい、雇用調整をして企業の収益を底上げするとかですね、収益率を回復させるとか、そういう意味があるんですけども、これ見ていただければですね、コロナショック、まあ、2020年の初頭ですけども、はい、ここでですね、ドカーンと米国の雇用減ってますよね。はい、3% 減ってるんですよ。 3% っていうとすごいですよね。米国の人口3億5000万人で、はい、まあ、半分雇用者だとしてですね、その 3% だから、まあ、3000万人とか4000万人リストラされてるわけです。かなりの影響があったんですね。で、3、4000万人っていうと、はい、日本の雇用者の、まあ、ほぼ半分から7割、6割、7割ぐらいか、それだけ一旦もうリストラされてるわけですね。はい、ところがそこからのその経済のリカバリーでまたドカーンと超えて、本当に 6.1%、 このショック回復した後は 6.1% 増えてるんです。はい、ですから何が言いたいかというと、米国経済の場合は悪くなったら雇用調整されるんだけども、景気回復したらドカンと増えるというのが特徴なんですね。ですからよくまあニュースでね、まあ、アメリカでリストラは当たり前だとかですね、はい、まあ、レイオフは大変ですねとか言うんだけれども、そのリカバリーがですね、日本と全然違うと。うん、で、日本はずっと大体まあ横ばい、そうですね、横ばいです。増加率はまあそんなに上がらないんだけども、まあ、小さく増えてきてると。はい、いうところで、まあ、ここがですね、米国経済の一つの強さですね。うん、要するに雇用調整をして景気回復につなげるっていうところですね。はい、そしてインフレ見ていきましょうか。インフレも今世界的にですね、まあ、高止まりしてまして、特に欧米ですね、まあ、米国でもまだ 3.5% ぐらいだったと思うんですけれども、うん、非常に高いと言われてます。はい、これがアメリカの中銀の目標は 2% ですから、まあ、大体その倍ぐらいあるんですね。これがどうなっていくかということなんですけども、あんまりにもインフレがあるとですね、物価が上がりすぎて、はい、今度は消費が減っていくと、うんうん、消費が減ると経済がシュリンクする、小さくなっていく、はい、ということが懸念されるので、インフレが高すぎてもダメなんですね。そうです、高すぎてもダメ、低すぎてもダメ、はい、ですから今はこれをちょっと低めの方に持っていくと
ということで高止まりはしてるんだけれども下方にですねこう今来ているのが米国です、はい、ですからこれもそんなに今心配することはなくて、まあ、米国のですね連邦準備制度理事会中銀にあたるものです、はい、FRB ですけれども、はい、FRB がずっと金利を上げてきて、うん、まあ今年は年内に金利の利上げをですね、まあ、止めるんじゃないかというふうに予想されてます、うん、もうそれはインフレがこれから下がっていくでしょうということを見越してるからですね、はいはい、でこれ政策金利今米国の FRB のですね利上げの話しましたけれども今こちらの 5.5% とあるのがこれ米国の政策金利です、はい、5.5% かなり高いですよね、うん、足元もドーンと上がってるように急激に上げてきてます、はい、急にですね、はい、急にです。それはインフレが急に上がったから、まあ、ピークで 10% ぐらいいきますもう 5% ぐらい上げないと下がらない。で日本マイナス 0.1% です、はい、でマイナス 0.1% っていうのは、まあ、金利つかないっていうことですよね、うん、でそれぐらい金利を低くしないと資金需要は生まれないし、はい、経済にお金が回らないからなんですけども、米国の場合は金利上げても企業業績今いいんですよね、うん、ですからこの金利を上げられるというその経済の力っていうんですかね、はい、金融市場 その強さそこがですね大きな違いになります、はいはい、で次3番目ですねこれ見ていただきたいのは、まあ、個人消費アメリカ人は物を買うんですよく買うんです、うんうん、ずっとこれ見ていただけば分かりますようにここちょっと短いんですけど0から5、10とありますけども、全部プラス圏コロナショックでドカンと減りましたけども、はい、だいたい平時普通の日常的な経済状況であればですね個人消費っていうのはまあほぼプラスで推移するんですね、で皆さんなんかこう渋賃になってですね物を買うのためらうんじゃなくてドカンと買っておけというのがここで、これが米国人なんですよ。なるほど。本当に少し日本人と考えが違うところがあるんですよね。違うんですよ、まあ、ですから貯蓄率とかそういうのは低いですよ。低いんですけれどもそれとは逆に消費に回ると、はい、いうことですね、はい、日本は日本らしさ出てるんですけれども結構波がありますね。波は2014年からまあ2023年の5月まで見てますけれども、はい、だいたいですね増税されると買い控えが出るんですよニュースでも多く報道されますしね。そうで経済ショックリーマンショックもそうですしコロナショックもそうですけどドカーンと落ちた時、まあ、とにかく買い控えすると、はい、でこれ良くないですよね、うん、経済全体にとってはそう、まあ、そうですね分かる気がしてしまいますけど個人的には分かりますし、はい、ここは我慢だと、欲しがりません勝つまでは昔あったんですけどずっと続いてるんですよ、はい、だからこんだけ差がついてるってこともあるんですけれども、まあ、これがやっぱり米国の強さ、はい、まあ、とにかく物を買うというところですね、はい、ですから雇用が良くてインフレが落ちてきて個人消費底堅いってなると経済どこが悪いんだって話ですね。それが今の米国の現状です、まあ、はっきり言って良いということです、はい、そしてそれを裏打ちしているのがですね人口動態人口が増えるということこちら今見ていただいている日本ですね、はい、日本は今の人口 1.2 億人1億2500万人ぐらいですからねでこれがまあだんだん今減っていくと言われてまして2050年は 17% 2割弱減ってそれが1億ぐらいになっていきますという予想です。これはおそらくまあ大体当たると言われてるんです。このまあ出生率とかね、はい、子どもの数とかそういうの見ればもう大体分かってるんですけどもこれ残念ながら人口減っていくと、はい、で米国の場合、まあ、彼ら移民もね取ってますので、まあ、増えていくんだということなんですが、はい、まあ、1割ちょっと増えていきますと3億4000万人が3億8000万人弱まで増えるというところで、はい、これは何かポイントがあるといえば何でしょう。人口が増えるということは経済が回るということです、ね、消費が増える、もう黙ってても増えます、はい、GDP 増加、うん、間違いないです。日本、はい、人口減る GDP 減るね。まあ、もちろんね一人当たりの消費が増えるという可能性もなきにしもあらずだけども、ちょっと分が悪いですよね。ちょっと分が悪いというのがこの地域の違いです、はいはい、でまとめますと米国経済雇用者数が増加して、うん、ほぼ完全雇用ですね、うんうん、で人口増もあるため個人消費は安定的にまず推移するでしょうと、はい、でインフレ、まあ、これピークアウト、まあ、インフレっていうのはもう時間経てば減ってくるのはもう当たり前なので、はい、インフレがずっとあるっていうのは上がったものがずっと上がるってことなんですけどそれはありえないので、まあ、それはどっかピークアウトしてくださいと、うんうん、で政策金利の利上げもどっかでピークがついて今度は高いままにある程度の期間推移していよいよ景気が悪いなってことになってくると政策金利が下がってくる、はい、
ていう感じで、今はまあ景気はソフトランディング、言い換えると緩やかな景気拡大していますということで、私が考えるだけですけれども、米国が世界最大の経済国である、まあこれはやっぱり当面続くでしょうと。当面って当面どれくらいですか？2、30年は続く、続くと思います。で、仮に景気後退しても、米国っていうのはもう利上げした状態で上がってるじゃないですか、はいはい、ということは下げられるんですよ。日本みたいにマイナス 0.1 をマイナス 1% マイナス 2% にはできないですよ、日本さすがに、うんうんうん、これ大きいですよね、はい、ここまでの話聞くと本当に今の米国経済っていうのは、いい材料が揃ってます、はい、でそれはあの個別銘柄でどうなってるかとか市場がどうなってるかっていうのにつながっていくんですけれども、はい、まあ、第一部のまとめとしては、はい、米国経済絶好調と、うん、いうことで、ここの辺をですね理解していただければ、はい、まず投資に際して、はい、非常に大きな、情報になるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、今解説いただいたような経済指標っていうのはどういったところで確認、はい、そうですね、今画面に出てますように、はい、これはあのムームーアプリの方でですね、うん、米国の経済指標のライブをやっております。ライブっていうのはどういうことですか？はい、ライブというのはですね、例えばここ、こっち雇用統計ライブとありますけども、はい、この雇用統計なり、あの他の経済指標っていうのは、まあ、あの米国でも日本でもそうなんですけども、発表日時っていうのがもう決まっておりまして、はい、その日時に発表されるや否や、うん、日本でもその情報がすぐ取れるということですね。なるほど、はい、まあ、時差あるんですけれども、はい、時差あるんですけれども、もう出た途端に日本でも見れると、アプリを持ってたら見れると。やはり情報が早いっていうのはもう強みに越したことないですか？そうですね、そうですね、それをもってですね、はい、なんか売買をしろとかそういう話ではなくて、まあ、あのそれを一番に聞いて、まあ、自分なりに理解するスピードが、まあ、速くなるじゃないですか、はい、そこが重要だと思います。なるほど、はい、今回の話でどうして米国が投資先に好ましいのかということがよく分かりましたが、はい、ね、米国株について太田さんもっと知りたくなってきました。そうですね、それはまあ2部以降で、はい、お話しさせていただければと思います。はい、それではまた2部でお会いしましょう。はい、また2部で。ムームアプリをまだ使ったことがない方は今すぐダウンロードをお願いします。アプリの入手方法は、まず動画の説明文を開いて、今すぐチェックとあるリンクを開きます。リンクを開きますと、このようなオレンジ色のページが表示されます。書かれているアプリの説明をしっかりとお読みいただき、今すぐ新規登録のボタンをクリック。電話番号を入力して送信ボタンを押すと、SMS メッセージで認証コードが届きます。認証コードを入れたら、新規登録のボタンをクリックするとアカウント登録が完了します。電話番号で登録だけでなく、メールでサインアップを選ぶとメールアドレスで登録もできます。メールアドレスを入力の上、パスワードを決めて新規登録のボタンを押すとアカウント登録が完了します。登録ができるとこの画面に切り替わりますので、スマホからご覧の方は今すぐダウンロードをタップするとストアアプリが開きますので、アプリのダウンロードをしてください。パソコンからご覧の方は QR コードをスマホで読み取ってアプリのダウンロードをしてください。スマホでアプリを起動するとログイン画面が表示されますので、ご登録いただいたアカウント情報を入力してください。下のメニューからムーを選んで、さらに右上の虫眼鏡マークをタップしますと検索画面になりますので、欲しい情報を検索してみてください。圧倒的な情報量に驚かれると思います。改めてになりますが、アプリの入手方法は、まず動画の説明文を開いて今すぐチェックとあるリンクを開いてください。